から来ました、ゆうこです。千葉から来ました、ふきです。多分10回以上は来てます。私は6回目のハワイになります。私は仕事で今半年ハワイに住んでます。私は出張と休暇を兼ねて3週間の予定でこちらに来てます。カイルアにあるモケズというレストランに来ました。パンケーキとかオムレツとか、まあ、ワッフル、朝食系が美味しいお店で、リリコイ、パッションフルーツのパンケーキがで有名なんです。ふわふわしてて甘くて美味しかったです。もう一軒カニカピラグリルっていうお店に夜行って、アノア DNA のライブを見ながらご飯を食べてきました。隣の席に有名なジェイク島袋さんのお母さんもいらっしゃいました。最後にダンスをみんなで踊るシーンで、ジェイクのお母さんが私はジェイクのママよって教えてくれました。すごく陽気な方で楽しく、はい、一緒に踊ることができました。でカエルアに行った時にラニカイピルボックスという、トレッキングコースに挑戦しました。すごくですね、岩場を登っていくんですけど、もう頂上からの景色が本当に最高で、山も海も全て美しかったです。とカイルアにしかないお店だと思うんですけど、ラニカイバスボディっていうハワイならではの香りが楽しめるボディローションとかボディオイルとかいろいろ売ってるお店がおすすめです。お土産と自分へのお土産でボディローションを買いました。すごくいい香りがしました。ハワイの香りです。私はやはりそうですね、ハワイのこの海の景色、そして気候がとても大好きです。自然がいっぱいで、人の温かさもとても感じられる場所だと思います。アロー。